はい、どうもケンティです。はい、どうもソニーです。やっていきましょう。キャッ、今がアニメ時、おすすめアプリゲーム特集。おすすめアプリ、はい、はい、2月上旬の現在周年を迎えたり、豪華なコラボやキャンペーンが開催していて、新規で始めたり復帰したり、リセマラにおすすめのアプリゲームを紹介するコーナーでございます。はい、今回2月のおすすめアプリ特集第2弾となっております。うん、はい、第2弾ですね。はい、今回はですね、新作アプリを含め全部で3タイトルをご紹介して、動画の最後にはですね、来週開催予定のイベントもご紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。このチャンネル、様々なゲームアニメの最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録や通知設定などしていただいて、動画の公開を楽しみにしてくださると嬉しいです。はい、皆さんのご意見、ご感想、コメントお待ちしております。お願いします。それでは開催日の早い順に見ていきましょう。1本目、ブルーアーカイブ。ブルーアカ、はい、はい、アズルレインやアークナイツで知られるヨースターさんから2月4日にリリースされたばかりの新作タクティカルバトル RPG でございます。学園の教師となったプレイヤーが生徒たちと力を合わせ、さまざまな事件を解決するというストーリーになっておりまして、はい、攻撃を行うストライカー部隊3人と支援を行うスペシャル部隊3人の6人で部隊を編成して、基本オート進行の奥深いバトルが手軽に楽しめるのに加え、個性的で可愛いキャラクターたちがリリース前から人気のタイトルとなっております。うん、はい、ね、待望のリリースを迎えたブルーアーカイブですけども、リリースされましたね。はい、リリース記念のキャンペーンを開催中でございます。はい、はい、はい、1つ目、事前登録が25万人を突破した特典として、星2の生徒純子と募集と呼ばれるガチャが引ける正規席1800個がもらえますということで、ね、嬉しいですね。はい、2つ目、 Google Play の人気無料ゲームランキングで1位、 App Store 人気無料ゲームアプリランキングでも1位を獲得したと。すごい、ね、めちゃめちゃすごいよね。ロスターさんすごいですね。やっぱね、これでね、感謝を込めて正規席2400個というね、追加で配布されると、うんうんうん、4200個もらえるわけか。そうなんですよ。でかい、ね、めっちゃ早いね、計算ね。俺先生だから、すげえな。でね、ブルーアーカイブもプレイされてる方は知ってるかと思いますが、最初にチュートリアルで10連が引けて、で事前登録のもので20連が引けて、で1位の記念、これでですね、また20連が引けるということで、うんうん、合わせて50連が最初引けると。リセマラ し放題だ。し放題、最強状態で始めるね。1回50回ガチャ引きつつみたいな感じができるので、うんうん、いいね。はい、めちゃめちゃ熱いです、ね、本当に始め時ですね。うん、うん、まあね、リリースされたばかりなんで当然なんですけども、リセマラに超おすすめな内容になっておりますのでね、はいはい、まだね、遊んでないよっていう方はですね、ぜひ概要欄からダウンロードして先制デビューをしてみてはいかがでしょうか。うん、またですね、アップメディアでですね、ブルーアーカイブの攻略域を運営しております。うん、こちらでね、リセマラの効率的な方法だったりとか、あと生徒の情報などがね、分かりやすくまとまっておりますのでね、こちらもぜひ概要欄からチェックして参考にしてみてください。はい、2本目、マジカミ。マジカミ、はい、はい、スタジオマジカミさん制作、 DMM ゲームズさんから配信中のド派手な演出で巻き起こる 3D バトルが特徴の新世代型アーバンポップ魔法少女 RPG でございます。うん、2019年からね、 PC ブラウザが出て、はい、そうですね、2020年からは PC 版と連携が可能なスマホ版のサービスが開始となるというね、はいはい、総制作費12億超えの、うん、マジやばい神 RPG と、はい、これもう話題でしたね。12億超えは、ね、12億だってすごいね。1億くれってね。で、もう1億欲しいな。2億お願いします。そんなね、マジ神なんですけども、先日行われた公式生放送でテレビアニメダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか3の大型コラボの開催を発表しました。うん、ダンマチか、ダンマチ3、ね、いいね、アニメもやってたしね。ね、うん、早速内容を見ていきましょう。はい、まず1つ目、アニメ男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか3コラボイベントということでね、これはね、テレビアニメ断末3の世界が舞台のコラボオリジナルイベントが開催されるというね、うんうんうん、イベントにはですね、ベル、ヘスティア、アイズなど断末3のキャラクターたちがフルボイスで登場いたします。はいはいはい、うん、いいね、フルボイス、フルボイスいいよね。うん、でですね、2つ目がコラボ限定ドレスということで、作品からですね、ベル、ヘスティア、アイズ、リュウ、リリリュカ、リリですね。すげー、うん、これね、コラボドレスとして登場しますと。いいね、これも着せ替えできるのか。うん、そうなんですよ。でか、まあね、ドレスっていうのが知らない人のために説明すると、マジカミのキャラクターを好きな見た目に変更できるドレスっていうね、うん、まあ、いわゆるスキンみたいな感じものになってて、そのマジカミのキャラクターがこの見た目になるということですね。うんうん、でね、ヘスティア、アイズ、リュウ、リリリュカはですね、コラボガチャに登場して、ベル君はですね、イベント報酬として登場するということなんで、おうおう、イベントやれば、まあ、ベル君は手に入れるというふうに。なるほどね、まあ、でもやっぱヘスティア欲しいでしょ。ヘスティア欲しいよね、神様ね。この紐、このエロさが大事でしょ。ね、紐が大事だよね。俺アイズの方が好きなんだけど。あ、アイズの可愛いね。可愛い。
いいね、でもこれは欲しいですね、うん、ファンはね、うん、しかもマジカミのちょっと可愛いね美少女グラフィックで断末の世界観が味わえる内容になっておりますと、うん、そしてですね今回のコラボを記念しましてコラボ記念ログインボーナスを現在開催中でございます。こちらでね最大3000ジュエルがもらえると、でかいね、すごいですよね。コラボイベントか、これが、うん、これでガチャ引けってことね。そうですね、うん、コラボをこの時にもう貯めておいてこの開催始まったらこれで引けと。なるほど、ということですね。はい、こちらでねマジカミもですねアップメディアで攻略ウィキを運営しておりますので、こちらでね、これから始めたいよっていう方もねぜひ概要欄からチェックして参考にしてみてください。お願いします。3本目、少女歌劇レビュースターライトリダイブ。レビュースターライト、はい、はい、A チームさんから配信中のミュージカル、アニメなどさまざまなメディアミックス展開を行われている少女歌劇レビュースターライトを題材とした新感覚レビュー&アドベンチャー RPG でございます、うんうんうん、これ、ね、通称スタリラって呼ばれてます。スタリラ、そう、スタリラですね。知らん知らんか知らんまあね、そんでね、スタリラなんですけど今回、うん、ブシモさんから配信中のシンフォニックバトル RPG 戦記絶唱シンフォギア X ドライブアンリミテッドとコラボと。ほう、シンフォギアコラボです。なるほどね、うん、はいはい、まあね、あの歌がゆかりのものの同士のコラボと、うんうんうん、確かに、ね、なるほど。前回ねテレビアニメの、シンフォギアとコラボしたんですけども、うんうんうん、そのね2度目のシンフォギアコラボ、シンフォギア第2弾ですね、うん、となってあります、はいはい、シンフォギア奏者と舞台少女たちが共演するオリジナルストーリーやコラボ限定イラストが楽しめるということなので、めっちゃマッチしてていいですね、ね、うん、まあ、ね、早速内容を見ていきましょう、はいはい、1つ目、コラボステージシンフォギアコラボ公演外伝オレステイヤ開催ということでね、うん、こちらね奏者の少女たちと舞台少女が共演するイベントになってて、橘響、風成翼、マリア花伝翼イブが登場し、はいはい、ここでしか見られないフルボイスのオリジナルストーリーが楽しめるということでね、この3名はねめっちゃ豪華声優陣ですよ。あー、なるほどね、ゆきあおいさん、みずきなのさん、ひかさよこさん、やばいっすね。俺でも聞いたことあるわ、うん、うん、ここでねフルボイスで登場するとでかい、めちゃめちゃでかいっすね。はい、はい、2つ目、ログインボーナス。期間中初回ログイン時にきらめきフェス限定入り星4舞台少女確定ガチャチケットがもらえるほか、最大60回分のガチャチケットだったりとか、あとコラボレビュー曲コラボメモワールがもらえるというふうになってまして、このねコラボレビュー曲がですねシンフォギアの名曲不死鳥のフランメなんですけども、これね舞台少女カバーしたっていうね特別な楽曲になってるんですよ。がっつりコラボしてるやんね、すごいすごいね、深いねコラボの仕方が、ね、普通の他のゲームと比べてねやっぱいいね、でもマッチしてるからねしやすそうですねその辺は。でね、このねレビュー曲不死鳥のフランメはですね、ログインボーナスとかコラボイベントのステージ報酬でゲットできるほか、うん、ゲーム内のコラボポータル画面では当楽曲のフルサイズを聴くことができるというふうになっております。いいね、嬉しい、ね、うん、もう曲聴きたいってなったらもうそのねコラボポータル画面行くだけでもいい、うん、いいね、なってますよ、はい、うん、そして3つ目、コラボガチャ、コラボ記念プレミアムガチャ天童マヤピックアップでございます。コラボ限定衣装の星4舞台少女シンフォギア奏者天童舞が出現するコラボガチャを開催と、うん、でこれね舞台少女なんですけどもシンフォギアのねこの奏者となったバージョンというふうになっております、はい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 、特別衣装でございます、ね、コスチュームだけってことね、うん、いいね、そうなんですよ、っていうね、まあ、スタリラのキャラクターがですねシンフォギア奏者になるっていう、ね、うんうん、夢のコラボとなっておりまして、ね、いいね、これは、ね、ファン層もかぶりそうだしね、うん、ね、うん、ね、まあそれに加えてシンフォギアのね豪華声優陣が参加しているコラボと、確かに、声優ファンも関係ですね、うん、ね、はい、っていうことなんでね、気になる方は概要欄からチェックしてシンフォギアコラボからスタリラ始めてみてはいかがでしょうか、はい、ということで今が始め時おすすめアプリゲーム特集でございました、うん、ここからはですね次回予告としまして2月中に周年イベントやコラボ開催予定のアプリをご紹介します。はいはい、ということでね一覧でまずどうぞドン、ファイヤーミヤでございます。ね、この芝か、うん、はいはい、来週ね18日リリースの新作リーインカーネーションでございますが、うんうん、リリースと同時にオートマッタとのコラボとはいはいはい、はい、まして、ね、まあ、うん、2B9SA2 が登場することが確定しておりまして、それ以外のね情報はリリース後に分かるとなってますが、うん、みんな待ってるでしょうね、ニーヤは。ニーヤマジで待ってるわ、いや、みんな本当にねだって、うん、あれから長いもんね、今週間からね。そうだね、やっぱニーヤの新作はね、うん、オートマタ以来の新作になりますからね、うん、これマジで嬉しいですね、うん、はい、そしてこのファンですね、うんうんうん、このファンね2月27日で1周年なんですよ。あ、1周年かもう、うん、早ね、早い、1年めっちゃ早いね。確かに出たばっかだと思ってたけどね、
2月18日からファーストアニバーサリー期間に入ると待ってまして、18日からですね記念サイトが公開されたりとかアップデートを予定していると。なるほどなるほど、うん、で1年記念ですね、うんうん、で公式生放送が26日にあるんですけど、そこで情報が公開されるらしいですよ。生放送楽しみですね。まずはじゃあ、うん、はい、でプリコネですね。プリコネもね、あの周年がありますね。あ、そっか、3周年のプリコネの3周年はやばいね。やばいね、クソ期待だ ね。プリコネの最近ねセレロンとかもめっちゃ上位、うん、プリコネはもうやっぱ周年系のイベントマジで強いからね、うん、めちゃくちゃ配るしね。確かに来るかな、またセレロンの方に上位、ま、ちゃんとツイッターのトレンドも乗るんじゃないですか。また来そうだね、うんうん、楽しみですね。楽しみですね。そしてパズドラですよ、マーベルコラボです。あれマーベルってコラボしてたっけ。マーベルと初なんですよ、 DC とコラボ。そうそうそう、バットマンいたもんね。そうそうそう、その時やってたもん俺パズドラがっつり。おコラボしてたわ。いやもう僕マーベル大好きだから超テンション上がってんだよな。パズドラやってんの。パズドラねちょっとだけやってた。あ、やってたね。あのリリース当初とかやってた。いいんじゃない、これ復帰だな。復帰タイミングでも全然ありそうだよね、マーベルファンなんて、うん、もうめちゃくちゃいますからね。やりますよ。今もね、あのディズニープラスのドラマめちゃめちゃ熱いんで、うんうんうん、もうずっと見てるんですけど。なるほどね。そうなんですよ。スパイダーマンいなくない？スパイダーマンいないの。スパイダーマンはね、あの多分ソニーとの権利の関係多分出せないのかな。ちょっと複雑だもんね。そうなんですよ。映画もめっちゃいっぱい出てるしね。うん、すごい。サノスとかもいてね。いるね。うん、ウルヴァリンとかめちゃくちゃ強いんじゃない？めっちゃ強いんじゃない？そうだよ。気になるね。アイアンマン。キャプテンアメリカ、ソーとかはビッグスリーって言われてるんで、多分めっちゃ強いんじゃないかな。確かに確かに。これすげえ、めっちゃ豪華だわ。ね。まあね、たくさんのスーパーヒーローが登場するイベントになると発表されていますが、うん、イベント詳細がまた後日公開となる、はいはい、ということで、どんな風になっていくのか、ガチャだけ引きに行こう。ね、うん、ちょっと僕もこれを機にもう復帰ですよ。復帰ね。ほぼ確定という。マジでやります。はい。はい、そしてポコダンですね、うん。4回目となる窓マギコラボ。おーおーおー、今回ですね、劇場版 の、 あの物語がベースになってる。なるほどなるほど。で、反逆の物語とかが入ってくるので、うん、悪魔ホムラちゃんがね登場する。ああ、なるほど。ということになってます。あのね、悪魔の翼が生えた。うんうんうん、全然知らんけど。いやそう。窓マギ見てないの？窓マギ知らん。パチスラしかやったことない。見てくれ。スロットでしかやったことない。窓マギマジでおもろいから。マジで見てほしい。うん、いや知ってるキャラは、ホムラちゃんの黒い髪のね。そうそうそう。可愛い子ちゃんね。うん、あの子一番好きです僕も。おお。うん、俺はマミさんが一番好きなんですけどね。知らんけどマミさんも。マミさん知ってるかい？なんかい。まあね、ね、今後ね、あのこちらはですね、詳しい情報が出ましたら動画を作成しますのでね、はいはいはい、動画の公開をお楽しみにということで、うん、他にもですね、皆さんの気になるアプリや動画の感想などありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。はい、お願いします。またですね、動画で紹介させていただいたタイトル以外でも、今始め時だよっていうね、スマホゲームがあれば、そちらもぜひコメントください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル、さまざまなゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録高評価もよろしくお願いしま す。それから僕のチャンネルではコンシューマーゲームメインで実況しておりますので、よかったら遊びに来てください。お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。